私が剣道を志す上で大切にしていることは強くなりたいという気持ちです。できるまで繰り返し行った基礎基本が体に染み付いていて今に生きています。ダメなことを引きずり時間を割くよりも良くなる方法を探すように心がけています。負けたから終わるのではなく、負けたからこそもっと強くなれると、挫折は自分が成長するためのチャンスだと考えています。